次に本村信子君。はい、日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。今回セクシャルハラスメントとマタニティハラスメントと同様にパワーハラスメントについて事業主の防止措置義務が入る法改定が提案をされております。でしかしそれだけでは被害を受けた方は救われないと、ハラスメントを禁止規定、何が禁止される行為なのかの規定が必要だと、まあ、それは昨日の参考人質疑の中でも長尾参考人、内藤参考人、伊藤参考人が言われたことでございます。で今日はですね、そのことについてすでに事業主の防止措置義務があるセクシャルハラスメントの現状の問題点を指摘しながら議論をしたいというふうに思います。でまずセクシャルハラスメントのですね、被害の実態なんですけれども、厚生労働省の労働局 の、 雇用環境均等部室の相談件数の中で一番トップがセクシャルハラスメントだと。で2017年度は6808件と相談件数の中で 35.5% になっております。で労働局の紛争解決援助の申し立て受理件数は101件、そして調停の申請の受理件数は34件ということで、ごくごくわずかでございます。でまずお伺いをしたいんですけれども、セクシャルハラスメントの被害を受けた人のうち労働局に相談をした人はどのくらいの割合なのか把握をしておられますでしょうか。小林雇用環境均等局長。お答え申し上げます。セクシャルハラスメントの被害を受けた方の全数を把握はしてございませんので、したがって割合につきましても申し上げられないところでございます。件数につきましては、先ほどご指摘ございましたように平成29年度6808件ということになっております。本村信子君。はい、労働政策研究研修機構の調査、2016年の調査では労働局に相談した人は 0.9% しかおりません。で25歳から44歳の女性の方が約3割が職場においてセクシャルハラスメントの被害を経験をしております。しかし労働局に来ている方は 0.9% だと。で我慢した、特に何もしなかったっていうのが 63.4%、まあ、多くの方々が相談できていない実態がございます。でセクシャルハラスメントの被害の実態の一端を大臣は本会議の答弁で、上司に報告したが適切な対応がされなかったため休職などの事例ということで答弁をされましたけれども、こういうひどい実態が大変多いわけでございます。で、そのひどい実態から被害を受けた方々をどう救済できているのかということが問題だというふうに思います。で先ほどもご議論がございましたけれども、内藤氏の先生の調査の中で労働局 の、 利用者の調査から見た均等法のセクシャルハラスメントの行政救済に関する考察がございます。でセクシャルハラスメントの被害を受けて労働局を利用した人の聞き取りの中で、労働局の職員の方が労働局がいくら言っても強制力はない、本当に無力ですとこう言われたということでございます。今の均等法はセクシャルハラスメントに実効ある対処ができていないという実態がございます。これは相談に行っても仕方がないというふうに思われるのではないかというふうに思いますけれども、大臣の認識を伺いたいと思います。根本厚生労働大臣。それはやはり労働局においては相談を受けた場合には丁寧に真摯に相談者の意向に沿って相談に預かるということが私は何よりも大事だと思います。で相談件数6808件寄せられております。これ平成29年度で、これらの相談を対象としたものを含めて、事業主がセクシュアルハラスメントに関し雇用管理上必要な措置を講じていない場合には均等法29条に基づいて助言指導もしくは勧告を行うことによって是正を図っています。また労働者からの相談に対して労働局においては労働局長の助言による紛争解決援助制度や調停制度の利用などの問題解決の方法を提示して、そして相談者の意向に沿った解決に向けて働きかけを行っております。いずれにしても労働局に寄せられた相談については真摯に対応して、
そしてセクハラのない職場づくりを推進していきたいと思います。本村信子君。はい、先ほども議論がありましたけども、確認をさせていただきますけれども、改正均等法が施行されてから12年経ちますけれども、企業名の公表は何件あったんでしょうか。小林雇用環境均等局長。セクシャルハラスメントの措置義務違反に関しまして、事業主が勧告に従わずに企業名公表を行ったということはございません。本村信子。はい、ゼロ件だということですけれども、被害を受けた方が相談に行って、きちんと救済されなかった場合、企業名の公表というのはあるんでしょうか。小林雇用環境均等局長。企業名公表でございますが、助言指導勧告、そしてその勧告に従わなかった場合に最終的に企業名公表になるということでございまして、この勧告の対象となる内容は措置義務を適切に実施していないということでございますので、基本的にはその措置義務の実施状況に非常に問題があるというケースだというふうに理解しております。本村信子君。はい、企業名の公表があるからといってセクシャルハラスメントの被害を受けた人が救済されるという担保にはなっていないというならないということでございます。で、先ほど大臣が答弁をされました紛争解決援助調停についてもお伺いをしたいんですけれども、この紛争解決援助調停の解決金の水準はどの程度になっておりますでしょうか。中央値でお答えをいただきたいと思います。小林雇用環境均等局長。お答えいたします。すべての調停の解決金につきまして網羅的に把握ができていないところでございますが、厚生労働省が協力をいたしまして、文部科学省科学研究費助成事業で実施した研究によりますと、中央値が 29.5 万円というふうになっております。本村信子。ありがとうございます。ごくごく本当に少ない現状がございます。しかも調停や紛争解決援助やってもですね、退職しているケースもあるわけでございます。被害の回復、人権の回復には程遠いような少額でございます。で、厚生労働大臣にもう一問お伺いしたいんですけれども、紛争解決援助調停は相互互助の制度なんだと。で、被害者なのになぜ譲らなければいけないのかというふうに思いますけれども、大臣のご認識伺いたいと思います。根本厚生労働大臣。男女雇用機会均等法における調停制度は、紛争当事者同士の個別具体的な司法上の紛争について公正中立な第三者機関の調停により、これは迅速簡便に解決を図るものであります。調停というのは学識経験者などで構成される第三者機関による調停案の提示で解決を図るものであります。で、調停については、紛争の元となった行為がセクハラに該当するか否かを行政が判断するものではなくて、生じた損害の回復などについて現実的な解決策を提示して、当事者の歩み寄りにより紛争の解決を図ることを基本としております。本村信子君。被害者なのになぜ譲らなければならないのかと納得いかないという声が出ているわけでございます。で、先ほどの内藤先生の調査インタビューではですね、この調停紛争解決援助などはですね、社長が突っぱねたらそれで終わり、この制度はお互い情報があっての制度だと労働局に言われたと。で、自分は何も悪いことをしていないのにどうして譲歩しなければいけないんだろうと思った。労働者が一人で裁判などで戦うのは報復も怖いし、精神的肉体的金銭的負担が非常に重たいため無理で、会社の逃げ勝ち、労働局の紛争解決援助制度は強制力がなく、これでは個人で会社に立ち向かう方法が他にない、本当に悔しいと言って退職をされておられます。また別の事例ですと、調停を利用した女性正規労働者の方ですけれども、上司が履歴書を見て携帯番号から勝手に LINE で
連絡してきたり、肩、背中、腰、髪の毛などを触り、家の場所を調べられた。会社に相談し、自分の担当は一時変わることができたが、会社として行為者の移動、処分などはない。そのうち不眠、動悸、耳鳴り、過呼吸など、心身に様々な症状が出て休職、無給だったそうです。で、その間会社からは一切連絡なし。労働局は話をじっくり聞いてくれたが、局はどちらが悪いという判断もセクハラだから、慰謝料を払ってくださいと会社に言うこともできないと言い、解決するのか不安になった。弁護士に相談したが、弁護士はお金がかかるので労働局の調停を利用し、謝罪と休職中の給与、通院費、慰謝料として60万円を求めた。調停の結果、解決金は35万円、謝罪はなし、会社はセクハラも認めず悔しいと。労働局相談後に、先ほど迅速というふうに言われましたけれども、時間がかかり、労働局相談後も時間がかかり、つらかったと。で、退職になっております。同種の行為を受けた同僚も29万円で結局退職をしたと。で、その、事業主の防止措置義務が、2007年の4月1日から施行をされておりますけれども、結局救済されているというふうにはとても言えない現状があるというふうに思います。で、局がですね、どちらが悪いという判断も、セクハラだから慰謝料を払ってくださいと会社に言うこともできないと。で、これでどうやって救済されるのかと。で、これが今回の法改正で変わるのか、判断できるようになるのか、大臣に認識を伺いたいと思います。根本厚生労働大臣。都道府県労働局では主に事業主の措置義務の履行が法に沿って適切に行われているかについて確認し、必要な助言指導などを行っているものであります。本法案においても都道府県労働局がセクハラに当たるか否かの認定を行うことにはならないものでありますが、なお男女雇用機会均等法ではセクシャルハラスメント等の防止のための措置義務として、事業主には被害者に対する配慮のための措置や行為者に対する措置を適正に行うこととされております。引き続いてこの事業主に対する措置義務の履行確保を通じて、適切な対応が行われるように図ってまいりたいと思います。救済されるのか。本村信子君。はい、事業主やあるいは会社にとって利益となる人がセクシャルハラスメントした場合、とりわけ解決が難しいわけでございます。で、先ほども判断するものじゃないんだと、法律はということですけれども、厚生労働省はですね、改正均等法の施行に関する都道府県の労働局に宛てた文書があるんですけれども、その中でもですね、法および指針は個々のケースが厳密に職場におけるセクシャルハラスメントに該当するか否かを問題にするものではないので、この点に注意することということで徹底しているわけですよ。で、被害を認定できずにどうやって被害者を救済するんですか。根本厚生労働大臣。男女雇用機会均等法では事業主に対しセクシャルハラスメントなどの防止のための措置義務として、予防相談、被害者のへのケアや再発防止などの一連の取り組みを求めて被害者救済などを図ることとしております。都道府県労働局ではここのケースがセクシャルハラスメントに該当するか否かの判断は行っておりませんが、事業主の措置義務の履行が法に沿って適切に行われているかについて確認して、で、行政指導等を通じて問題解決に努めているところであります。本村信子君。どちらが加害があったか被害があったか、このことを認定せずにどうやって事業主にしっかりとした対応をさせるんですか。小林、雇用環境均等局長。
基本的に事業主が講ずべき措置義務の中で、双方の話をよく確認すること、そして、そのセクシャルハラスメントが認められた場合には、その加害者に対する厳正な処分ですとか、あるいは被害者に対する謝罪とか、そういったことを指針でも書かせていただいておるところでございまして、そういった企業における措置義務を適切に実施していただくということで、この救済ということがある程度図られるものというふうに理解しております。本村信子君、例えば社長がやったケースではどうやって指導するんですか。小林雇用環境均等局長。基本的に社長でありましても、事業所としての措置義務を果たしていただく必要があるわけでございますが、それが必ずしも従前に図られない場合には、労働局の方にご相談いただけば、労働局として会社の方に助言等を行っていくという対応はさせていただいております。本村信子君。内藤先生の調査では社長のケースでですね、退職に追い込まれているケースだってあるわけですよ。労働局に相談に行ってで解決していないわけでございます。で次にお伺いしたいんですけれども、この紛争解決援助調停制度で解決せずに裁判を提訴した事案は何件あるでしょうか。小林雇用環境均等局長。お答えいたします。都道府県労働局の紛争調整委員会による調停が開始されたもののうち、調停案が受諾されたものの割合は平成29年度で約3割でございます。で調停案が受諾されなかったもののうち、訴訟に至ったケースがどの程度あるかについては申し訳ございませんが、把握をしておりません。本村信子君。はい、被害者の実態をちゃんと掴んでいないということがはっきりしたというふうに思います。で次に現状の裁判の限界についてもお伺いをしたいというふうに思います。で大臣にお伺いしたいんですけれども、セクシャルハラスメントの被害を受けた方が裁判に訴えることはなかなかハードルがある、難しいというふうに言われている、は当然そうなわけですけれども、大臣はその理由は何だというふうに認識をされておりますでしょうか。根本厚生労働大臣。セクハラ被害者が裁判を起こすことについては、いくつかハードル、心理的なハードルがあると考えておりますが、原告として自らの名前が明らかになってしまう、会社に居づらくなり辞めざるを得なくなることもある、被害者に落ち度があった等の中傷を受ける、セクハラを受けたという明確な証拠を示すことが難しい、あるいは費用や時間がかかるなどの理由によって、特に心理的なハードルがあると考えられると思っております。本村信子君。はい、裁判にかなりのハードルがあると、被害を受けた方々にとって本当に高いハードルなんだということはお認めいただいたというふうに思います。だからこそ行政の、私たちは独立した救済機関が必要だというふうに考えているんですけれども、で、こういういろんなハードルがあるわけですけれども、そういう中でも裁判に訴えた方も見えます。でセクシャルハラスメントの被害について裁判に訴えると何年ぐらいで解決しておりますでしょうか。で被害者の訴えが認められて勝訴した場合、賠償金の金額、この中央値、被害者の被害を受けた方々は現職復帰できているのか、その点どういうふうに掴んでおられますでしょうか。小林局長。恐縮でございますが、個々の裁判の状況ですとかその結果については把握をできておらないところでございます。本村信子君。はい、今回の法改正がこういう裁判でどういう限界があるのかということも調べずに出されたということが明らかになったというふうに思います。で行政救済されず提訴に踏み切る被害者の方はですね、被害を認めてほしい、謝罪してほしい、二度とないようにしてほしいということで訴えるわけですけれども、で今のその均等法の状況では行政指導の法律だからということで裁判では立証には使えないわけでございます。
で現状では、民法の不法行為論ということで、やられているわけですけれども、先ほども大臣がお話しされましたようにですね、不法行為論では被害者なのに過失が問われ、被害に遭わないために注意を怠った落ち度のような理不尽なことが問われることになってまいります。で日本で初めてセクシャルハラスメントの裁判を担当し、長年セクシャルハラスメントをなくすために、そして女性差別をなくすために奮闘されておられます弁護士の角田先生もですね、不法行為論では本来被害を受けた方々の人権救済、権利回復にはならないんだというふうにおっしゃっております。でしかも不法行為論ではですね、金銭解決ということになるのではないかと、結局ゴールは金銭解決じゃないかと。で被害者の方が現職復帰できる根拠となるのか、キャリアを失わずに済むのか、企業に指導するような内容を盛り込めるのか、この点どのように考えておりますでしょうか。小林局長。お答え申し上げます。民法上の不法行為、民法第709条に基づく損害賠償請求につきましては、立証責任は原告の方にあるわけでございまして、ご指摘のように主張立証のハードルはあるんだろうというふうに思っております。また損害賠償請求の仕組みでございますので、ご指摘のように金銭解決が中心になるというふうに理解しております。本村信子君。もう一つお伺いをしますけれども、どこにも法律の中でセクシャルハラスメントの禁止規定がない中で、何が禁止される行為なのかということが条文上ない中でですね、裁判の中でセクシャルハラスメントと認定をされたことがございますでしょうか。小林局長。加害者の行為につきまして、セクハラに該当するとしている地方裁判所の判例というのはございます。でそこでは均等法の規定ぶりと同じ表現をなぞる形で判決が書かれているという例はございます。ただセクハラ行為の認定につきまして、一般的に明確な規範とまで言えるようなものは存在していないというふうに承知をしております。本村信子君。はい、そういう中でですね、賠償金っていうのはたとえ勝ったとしても、仕事を辞めて長期間裁判で戦って勝訴をしたとしてもですね、せいぜい100万円ぐらいなわけでございます。でとても権利を回復するようなそういう事態に裁判の中でもなっていないのが現状でございます。でやはり均等法が裁判規範にならないっていうのはやはり禁止規定がないからだと。でハラスメント禁止規定というのは被害者の被害を受けた方々はじめ労働者の方、組合の方、各方面から、女性の団体はじめ各方面から強い要望があるわけでございます。で今議論をしてきました相談、企業名の公表、紛争解決援助、調停、裁判、こういうことをやってもやっぱりいろんなことで救済をされていないわけでございます。で大臣は先日も本会議でご答弁いただいたんですけれども、ハラスメントは働く方の尊厳や人格を傷つけ職場環境を悪化させるんだと、あってはならないというふうにご答弁されておりますけれども、にもかかわらずこのハラスメント禁止規定が中長期の課題というのは本当に私は意味がわからないわけでございます。で諸外国はできているものをなぜ日本だけは中長期の課題となっているんでしょうか。昨日の参考人質疑の中でも伊藤参考人が諸外国に禁止規定を入れている国は多く、日本の法律をどのように実施していくかということを整理することは比較的短時間で可能ではないかと、速やかに禁止規定を入れてほしいという発言をされておりました。なぜ諸外国はできているのに日本は中長期の課題なんでしょうか。根本厚生労働大臣。セクシャルハラスメント等の禁止規定、これについては昨年12月の労働政策審議会の権威において現状でも悪質なセクシャルハラスメント等はすでに刑法違反にも該当し、不法行為として損害賠償請求の対象にもなりうる中で、要はそれぞれの法律との、この関係
の整理だと思いますが、民法など他の法令との関係の整理や、あるいは違法となる行為の要件をどう限定していくか、あるいは明確化していくか、つまりそういう課題があって、で今回の見直しによる状況の変化も踏まえた上で、その必要性を含め中長期的な検討を要するとされたものであります。これは要は関係法令との整理が必要だということと、違法となる行為の要件の明確化、ここが大きな課題で議論があったこういうことだと思います。ただ一方でハラスメントのない職場づくりを推進する必要がある、これは言うまでもありません。ですから今回の法案では、労働政策総合推進法第4条の国の政策にハラスメント対策全般を従事するということを明記した上で、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメントに加え、喫緊の課題となっているパワーハラスメントの防止のための事業主の措置義務、これを設けるとともに、国、事業主及び労働者の責務規定を設けて、これらのハラスメントを行ってはならない旨を明確化しております。本法案に基づいて、その意味で今回こういう法案の手当てをしているわけですが、ハラスメントのない職場づくりを推進していきたいと思います。本村信子君。はい、セクシャルハラスメントの被害を受けた方はほとんどが、多くは女性でございます。で、女性の働く場、働く権利が奪われて、女性が仕事の能力を蓄積することが阻まれてしまいます。で、退職したら年金にも連動いたしますし、老後だって年金が少なくなってしまうわけでございます。生涯にわたって女性の貧困を作り出すもので、甚大な人権侵害だというふうに認識をしております。だからこそ今すぐ救済できるようにしてほしいと。そのためには禁止規定や、何が禁止される行為なのか、これを明確にしてほしいというのが、研究者の方々や弁護士の方々や被害を受けた方々の声でございます。で、認識をちょっと大臣にお伺いしたいんですけれども、女性差別撤廃委員会は、女性が女性であるがゆえに受ける暴力は条約上の女性差別とみなし、セクシャルハラスメントもその一種として国に対策を求めております。禁止規定、そして制裁措置、これも求めて、日本政府は求められておりますけれども、女性差別撤廃委員会に、そのことをどう認識されておりますでしょうか。止めてください、止めてください、時間がないので。委員長。根本厚生労働大臣。事前に通告を受けてませんでしたので、確認してからお答えしたいと思います。委員長。本村信子君。事前に通告をしております。受け止めて、委員長。通告してるそうですけど、委員長時間がないです。委員長、ダメです、止めてください。じゃあちょっと早急止めてください。確認してください。起こしてください。近年、女性差別撤廃条約についにおいて、セクシュアルハラスメント防止対策で、職場でのセクシュアルハラスメントを防止するため、禁止規定と適切な制裁措置を盛り込んだ法整備を行うことと、この勧告は、違う、いや、これは差別委員会の最終見解ということは、最終見解については、これを受けて、おります。本村信子君。はい、女性差別撤廃委員会は、
女性が女性であるがゆえに受ける暴力は条約上の女性差別とみなし、セクシャルハラスメントもその一種として国に対策を求めておりますけれども、そういう認識はありますか。根本厚生労働大臣。職場でのセクシャルハラスメントを防止するために禁止規定と適切な制裁措置を盛り込んだ法整備を行うこと、こういう勧告は受けておりますから、そういう認識はありますが、これは最終見解ということでいただいておりますが、聞いておりますが、これは強いて言えば法的拘束力はないものと考えています。本村信子君。国に対策を求められているのにやっていないということは、女性差別を放置しているという認識でよろしいですか。根本厚生労働大臣。いや、今回の 法案で、我々今法案を提案させていただいておりますが、それは、セクシャルハラスメントあってはならない、こういう観点で今法案を提示して出させていただいております。そういう対応をさせていただいております。本村信子君。はい、女性差別撤廃委員会からも禁止規定制裁措置求められておりますので、もう真剣に受け止めていただきたいというふうに思います。で、世界銀行グループからもですね、 OECD 高所得の国の中で日本だけがセクシャルハラスメントから女性を守っていないと名指しをされておりますので、その点深く認識をしていただいて、早急に検討していただきたいというふうに思います。そして国内の動きについても申し上げたいんですけれども、男女共同参画会議の女性に対する暴力に関する専門調査会が4月8日ですね、セクシャルハラスメントの対策の現状と課題という報告書を出しました。で、この議論はですね、そもそも、財務省の事務次官の事件がございまして、今のセクシャルハラスメントの防止対策が全然ダメだと、会長がですね、調査会の会長がこういう発言をして、その調査会の中では委員の皆様方が次々に被害者保護がなってないという発言を繰り返しているわけでございます。そういう認識のもとで2018年6月から2019年2月までヒアリングや議論を重ねて出されたものでございます。で、この報告書の中にはセクハラ行為にかかる禁止規定などの検討が進められる、そういう時にはこの報告書を生かしてほしいんだということで期待が込められております。諸外国の法制度の内容なども書かれておりますので、この報告書っていうのは、この報告書に掲げられた、各課題について可能な限り早期に、種々の対策立法が検討され実施に移されることを期待するというふうに述べられております。こういう指摘をしっかりと受け止めるべきじゃないですか。大臣。根本厚生労働大臣。女性に対する暴力に関する専門調査会の報告書においては、我が国においてはセクハラ規制の方向性、定義の統一の必要性があるかどうか自体についての前提的な議論が求められている段階にあり、今後総合的に規制の方向性について議論することが課題といったことも指摘されております。またこの報告書では、労働政策審議会の権威を踏まえて職場におけるセクハラは許されないものであるという趣旨が法律上で明確化されることになれば、職場におけるセクハラ対策の実効性も一定程度向上していくことが期待されるという指摘もいただいております。いずれにしてもセクハラの禁止規定については、労働政策審議会の権威を踏まえて今回の法改正の施行状況や同専門調査会の報告書の内容も踏まえて必要な検討を行っていくことになるものと考えております。本村信子君。早急に種々の対策立法が検討されということも求められておりますので、ぜひ早急に前段の議論をやっていただいて、さまざま検討会研究会開いていただいて、
禁止規定入れていただきたいというふうに思います。今日議論をさせていただきましたけれども、今の現状ではやはり事業主の防止措置義務ではですね、救済されないんだと、被害を受けた方々がということが明確だというふうに思います。少なくともセクシャルハラスメントについてはですね、禁止規定、何が禁止される行為かということを明確に、明記をするということ、被害者の方が救済に早急に救済される、独立した機関を作るということ、そして都道府県労働局の現状、人が足りないんだということを内藤参考人も言われておりましたけれども、私も愛知の労働局の実態お伺いをしましたけれども、セクシャルハラスメントなど聞くですね、雇用環境均等部相談を受ける方は、ほとんど非正規雇用の方が多いんだというふうに言われておりました。で、これからパワーハラスメントの方々も相談起きるということになりますので、体制の強化をぜひやっていただきたいというふうに思いますし、正規でちゃんと任用をしてですね、やっていただきたいというふうに思います。そして迅速に救済をされる機関が必要だというふうに思いますし、ぜひ差別禁止法あるいは雇用平等法、こうしたものを作ってですね、被害を受けた方々が迅速に救済をされる、そういう制度にしていただきたいというふうに求めたいと思いますけれども、最後に大臣ご答弁をお願いしたいと思います。根本厚生労働大臣。我々まさしく、方向性は多分共通していると思いますが、さまざまなこの課題に対して対応すべく今回の 法改正を提案させていただいております。そして労働局のその体制の充実も図っていきたいと思っております。時間が来てますので、はい、終わります。ありがとうございました。